スズランは、スズランアカスズラン族に属する多年草の一種。競技にはその中の一変種カンバレリアメジャーアリス、バリエーション、キス系を指す。キミエソウ、谷間のメユリの別名もある。共心配当体のコンバラトキシン、コンバラマリン、コンバロシドなどを含む有毒植物。有毒物質は全草に持つが、特に花や根に多く含まれる。摂取した場合、王と、 頭痛、めまい、心不全、血圧低下、心臓麻痺などの症状を起こし、重症の場合は死に至る。北海道などで3歳として珍徴される、行者ニンニクと外見が似ていることもあり、誤って摂取し、中毒症状を起こす例が見られる。スズランを生けた水を飲んでも中毒を起こすことがあり、上野正彦町、死体は語るには、5歳の子供が枕元に置いてあった。 スズランの生けられた花瓶の水を飲み死亡した例が書かれている。スズラン族の日本在来変種は CM バリエーション、キスケイのみであり、本州中部以北、東北、北海道の高地に多く自生する。北海道を代表する花として知られる。花には強い方向がある。観賞用に栽培されているものの多くはヨーロッパ原産のドイツスズランである。 日本に野生するスズランと比べると大型で、花の香りが強い。またスズランの家系が葉より短いのに比べ、ドイツスズランは家系が葉と同じ長さかそれ以上に伸びる。花色は白が普通だが桃、紅などもあり、葉にブチの入った品種もある。なお、エゾスズランは卵化の植物である。フランスでは花嫁にスズランを贈る風習がある。また、メーデーに、 スズランの花を贈り合う。フィンランドの国家であり、スウェーデンのイエストリークランド地方の花でもある。ありがとうございます。